野球日本代表、侍ジャパンは14日、追加メンバーを発表し、キャプテン、千葉明夫の谷口隆夫、タッチ、足立みの上杉達也、メジャー、三田拓也の茂野五郎を大きく振りかぶって、樋口朝の三橋蓮、ダイヤのエース、寺島雄二の沢村栄順の5選手が選出された、侍ジャパンの国母監督も、 5名の侍ジャパン入りを歓迎しますとコメントしている野球漫画さんなら一度は耳にしたことはあるであろう豪華メンバーの侍ジャパン入り野球漫画界の主要キャラクターが侍ジャパンのユニフォームに身を包む姿を見てワクワクする読者も少なくないだろうこれは来月12日から開幕する日米野球に合わせて計画された侍ジャパンと野球漫画の豪華コラボ企画で 野球漫画界の新旧人気キャラクター5人が今月17日から来月30日の間、サムライジャパンの一員となり、共に球界を盛り上げることになった。ポスターや本のしおり、野球カード等が制作され、全国の書店やコンビニ、バッティングセンター、電子書籍などで、僕らもサムライジャパンフェアとして展開、来月10日の日米野球壮行試合、 侍ジャパン対福岡ソフトバンクなどで来場者全員に野球カードを配るなど様々なイベントが企画されている日米野球を前に実現した協力タッグに国母監督も私自身野球少年だった時にキャプテンやタッチと呼んで育ちました侍ジャパン入りした野球漫画が結束することで これまで以上に盛り上がってくれることを期待していますと歓迎している時代や出版社の枠を超えて団結した人気キャラクターたちと共に侍ジャパンが世界一を目指す